This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country.はい、どうもお疲れ様です。今日はね、千秋楽イブ、宵済みの日ですね。まあ見ての通りすごい荷物をね、みんなで運んでいくんです。名星座はピストンですけど、ピストンってわかります？要するに違うところで大型トラックを待たしといて、小型のトラックでこう行ったり来たりするんですよ。まあそれでたくさんのバイトさんが来てくれて、まあプロですから結構早くやるんですけども、うちの劇団もお客さんもみんなでやってます。終わってすぐ僕もガウンのまま荷物やってます。おはようございます。今日は千秋楽です。お参りに行ってまいります。前回ね、これ撮りながら歩いとっていっぱい喋ってな、そうそしたらタイムプラスになってて声が一切入ってなかった。あんだけ喋ってたのに。今日もめちゃくちゃ軽装です。部屋着で短パンでカバンも持たず小銭だけ入れてここに。 Why would you look outside yourself when you had all of the world inside?One, two, three, four. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun.And it shines as it opens. Well, your heart is a sun. 誰もいません。マスク必要ないと、いうことでいいね。たまに神社来るといいよね、空気が。ちゃんと韓国語で書いてる、ここほら。人生ってさ、二十歳で折り返しやねんて。早っ。いや、要するに80歳来たとしても、なんでかって体感スピードが全然ちゃうねん。5歳児の1年と60歳の 1年は全然ちゃうねん、体感で言うと5歳児の1年は60歳の10年分ぐらいなんだよ。それを計算していくと20歳で人生は折り返し、それを脳がそう感じがするわけ、刺激とか。それをさ、防ぐには新しい刺激を求めていった方がいいらしい。いろんなこと体験だから、経験したことを経験なんやったって刺激になれへんから。例えばさ、ほらお客さんでもさ、遠征とか来てくれるやん、3日間とか、それとやっぱり電車の時間とか長かったりさ、乗り慣れてない普段の生活と違うから、あとどんな土地かっていうのもな。そうで、また見て何してる、この3日間と普段の3日間で全然体感的に違うね。長く感じるわけ、あっという間やったなっていう気にはなると思うよ。だから一日にいろいろ詰め込む。例えばこの間なんかキャンプで結局食べてるだけやったんや。そうです、結構早く終わったような気するやん、なんか。でも前のキャンプっていろんなこと YouTube の企画でもいろんなことしたやん。やったやった、昼間から遊んだり何したり、夜ドッキリかけたり、
時間長く感じたよ。長かった。ほんまや。すごいね。人間の感覚ってそんなん。ただ食べてるだけでは。ただ思ってもいかれへん雨やから。そうやな。食べてるだけではあかんのよ。早く感じる、ね。それはあかんのよ。1ヶ月ルーティン決めてしまうと、うん、やっぱ早い。俺らもルーティン決めすぎやね俺。こうしてああしてて毎日同じことをしようとするやん。仕事を効率よくするためにそれじゃなくていろいろした方がいい、いろいろ毎日変えた方がいい。そんなに千秋楽の幕が開きました。お芝居はすっ飛び回答、明るいお芝居なんでね、きっと皆さん喜んでくれるかと思います。今日明星座千秋楽一生懸命頑張ります。じゃあ行く。お芝居が開きました。真っ青顔。おはようございます。誰や誰や誰や。
りがつきました。ちょっと僕体力的に限界で、まあちょっと疲れましたね。でもまた今から荷物です。今まさしくこっちもピストンですね、車をトラックを違うところに置いてどんどんと荷物を運んでいってるようなアリオでございます。今荷物待ってる状態です。一体何時に終わるんでしょうか。すいません、トラック来ました。これトラックですかね。そうです。あ、チャリンコ、ちょっと待って、ちょっと待って、やっぱ西成や。どうしたの。いや、冷たいのしたら暖かいの。あったかいサイダー出てきたの。冷たいの押したら暖かいの出てきます。あ、待って、当たるか、いける、トンガ、トンガ、何も来たよ。はい、すずまりざです。荷物来ましたよ。誰や。天王寺動物園からやってきましたゴリラです。今もうちょっと噛んだ、もう一回もう一回。天王寺動物園からやってまいりましたシャバーニャです。